こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサークルブラッド、キングピール。この馬も好スタートを切りました。リッチロンド前に行きそうです。キングピール、それに続いています。さらにはビクトリーギャロップ、3番サークルブラッド、その後ろ後方に控えたのがレイディーズディーン。前に戻りましょう。キングピール先手を取りました。5番河内大王、2番手を追走しています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭からキングピール先手を取りました。サークルブラッド、そのうちに続いています。河内大王後位をキープ。リッチロンド、すぐ後ろマレック、それに続いています。ビーチジェム、そのうちに続いています。その外にグランドストリート、ピンクの帽子、ビクトリーギャロップ、その後ろすぐ後ろにギャロップキャスト、並んで1番グリーンマーチン、その外にダイヤモンドキャスト。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はフリーハウス、フリーハウス後続を引き離します。2番手は河内大王、これは絶好の手応え。キングピール3番手、河内大王いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。フリーハウス先頭、差はほとんどない。あと 200m、 先頭は河内大王。フリーハウス必死に追いすがります。フリーハウス追いすがります。河内大王、河内大王1着、2着にはどうやらフリーハウス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。河内大王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。リアルクワイエット、前に行きそうです。シルバーチャーム、それに続いています。さらにはオーサムアゲイン、5番シャープスペシャル、その後ろ後方に控えたのがスキップアウェイ。では前の方から見てみましょう。リアルクワイエット先手を取りました。その隣にバブルトワイニング、その横にワイルドラッシュ、その外からシルバーチャーム。では前の方からリアルクワイエット先手を取りました。その隣にバブルトワイニング、その横にワイルドラッシュ、その外にジャズサスピション、その外からシルバーチャーム、内からはシャープスペシャル、緑の帽子ビクタークーリー、その後ろすぐ後ろにオーサムアゲイン、並んで6番ダッシュジャイアント、 MI ブラ、この位置です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はジャズサスピション、まだ粘っています。リアルクワイエットほとんど差がありません。バブルトワイニング、3番手 MI ブラ交代、 MI ブラ大丈夫か。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はリアルクワイエット、並んでジャズサスピション、内からはワイルドラッシュ、その外からはビクタークーリー、並んでシルバーチャーム、その外からはオーサムアゲイン、ダッシュジャイアント、その後ろその外からはスキップアウェイ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはリアルクワイエット、しかし後続の足色もなかなかいい。リアルクワイエット粘る、オーサムアゲイン、シルバーチャーム追いすがります。オーサムアゲイン、オーサムアゲイン1着、2着にはどうやらシルバーチャーム、オーサムアゲイン、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはチーフベアハート、ハイブリッジ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してチーフベアハート花に立ちます。その後ろからはヤシュマ、この馬も上がっていく構えです。さらにはジョンズコール、3番マーベラスサンデー、その後ろアワッド、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。ジョンズコール先手を取りました。その外にバルズプリンス、並んで4番ハイブリッジ、好位置をキープしています。マーベラスサンデー、その外からヤシュマ、並んで13番チーフベアハート、サイレントアップ、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭からジョンズコール先手を取りました。少し離れてバルズプリンス続いています。赤の帽子ハイブリッジ、その後ろマーベラスサンデー、好位をキープ。その外にチーフベアハート、さらにはヤシュマ、その隣にタイムトゥコネクション、サイレントアップ、そのうちに続いています。青の帽子ジムアイス、その後ろすぐ隣にランドグラス、内からはディバインハッピー、ピンクの帽子シスターイージー、その後ろすぐ隣にスカーレットミニスター、しんがりからアワッド。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでバルズプリンス先頭に変わりました。ハイブリッジほとんど差がありません。チーフベアハート3番手、マーベラスサンデー、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はバルズプリンス、ハイブリッジ、その後ろその外からはチーフベアハート、ヤシュマ、続いています。マーベラスサンデー、好位を追走ジムアイス、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バルズプリンス先頭、あと 200m、 バルズプリンス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。チーフベアハート、バルズプリンス追いすがります。チーフベアハート、チーフベアハート、1着2着にはどうやらバルズプリンス、チーフベアハート、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフライトライツ、アンダーデライト、この馬も好スタートを切りました。アラビアアーバン前に行きそうです。フラッグダウン、それに続いています。さらにはアンダーデライト、5番フライトライツ、その後ろ先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭からフライトライツ先手を取りました。アラビアアーバン、それに続いています。その後ろからはパーシャンハンター、並んで8番オールコネクション、クイーンアセット、すぐ後ろその外にダホス、グラスワンダー、この位置です。内からはウエスタンワールド、その外からスパイスピーチ、並んで2番ハートオブドゥライン、サンセットキャット、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番フライトライツ、フラッグダウン、ほとんど差がありません。アラビアアーバン、3番手グラスワンダー、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。フライトライツ先頭、差はほとんどない。2番手はグラスワンダー、残り 200m、 グラスワンダー余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はダホス、グラスワンダー今ゴールイン、段違いの強さです。グラスワンダー1着、2着はダホス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。グラスワンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭は光ルーファス、阿武隈ポーロ先頭、2番手はサプライズパワー、サプライズパワー追いすがります。阿武隈ポーロもう一伸び、阿武隈ポーロ1着、阿武隈ポーロ1着、2着はサプライズパワー。これが G1 馬だ、阿武隈ポーロ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はサイチエアデール、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はアローエトワール、アローエトワール必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりサイチエアデール先頭だ。2番手はアローエトワール、サイチエアデール、この馬で決まりか。サイチエアデール今ゴールイン、段違いの強さです。サイチエアデール1着、2着はアローエトワール、これは物が違う。サイチエアデール4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はノーブルデュライン、あと 200m、 先頭はノーブルデュライン、一気に捉えるか。ウィングアロー、ウィングアロー、さらに突き放します。2番手はノーブルバイオ、ウィングアロー1着、ウィングアロー完勝、ウィングアロー1着、2着はノーブルバイオ、これが世界を制した実力だ。ウィングアロー
最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のマサラッキー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エルナディブ、これはいいスタートを切りました。マジックスタイル、この馬も好スタートを切りました。ワシントンカラー、前に行きそうです。続いていくのがノーブルデライト、並んで14番ノーブルモントレー、その外からウィナーズバラッド、その隣にマサラッキー、マイネルマックス、そのうちに続いています。その外にロイヤルスズカ、ファイトビゼン、そのうちに続いています。ブラックホーク、後ろからマイネルラブ、そのうちに続いています。ここでエルナディブ先頭に変わりました。進行フォレスト、ほとんど差がありません。マサラッキー3番手、ブラックホーク、いい位置、安城のゴーサインに応えるか。ここで先頭は進行フォレスト、進行フォレスト先頭、リードを広げにかかります。2番手はマイネルラブ、進行フォレスト先頭、マイネルラブ迫る、マイネルラブ、マイネルラブ、マイネルラブ1着、2着にはどうやら進行フォレスト、なんとびっくり、勝ったのはマイネルラブ。これには場内もどよめいています。